タマラジダンシェクは、スロベニア出身の女子プロテニス選手。身長168センチメートル、右利き。キャリアで、シングルス1勝ダブルス3勝。WTA 自己最高位は、シングルス37位、ダブルス56位。2021年現在のコーチは、パンチョ・アルバリノ。2021年全仏オープンシングルスでベスト4。 2018年全米オープンのシングルスで初めてグランドスラム本戦入りし、同年9月に WTA250 のダブルスでツアー初優勝。2019年5月に WTA250 のシングルスで初めて決勝進出など、シングルス自己最高位の56位を記録。2021年に93位までランキングを落とすが、ダブルスでは自己最高位の56位を記録。 同年の全仏オープンのシングルスで1回戦第6シードのアンドレースクをフルセットデスマッチの末ファイナルセット7から9で下す金星を挙げ全仏シングルスで初勝利その後も2回戦のブレングルを2から03回戦のシニアコバウ2から14回戦のクルステアを2から0準々決勝の馬動サをデスマッチの末2から1で下した 準決勝でパブルチェンコは20から2で敗れ、ベスト4となった。同年7月のローザンヌで、シングルスで初めてツアー優勝を挙げる。得意サーフェスは、クレーコート。裁判官である父親の影響でテニスを始めた。ジュニア時代は、夏季は、テニス、冬季は、ウィンタースポーツを兼任していて、スノーボードの国内大会で3回優勝している。寒さが苦手で、プロはテニスを選択した。 スロベニア語のほか、セルビアクロアチア語、英語、ドイツ語が話せる。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール海戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選海戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス。 Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。